キャンドルです。俺の役割じゃない。ああ、みんなで言うんじゃないの。ああ、これこれこれ。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。3代目 JSOUL BROTHERS です。10エッセンシャルズ。僕らにとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。レッツゴー。最初のアイテムは白いバラです。昨年ですね、3代目 JSOUL BROTHERS のファンクラブも、発足しまして、僕ら応援してくれるファンのみんなを何かにこう例えて象徴とするものにしていきたいよねっていう話をしている中 でバラって、ね、想像すると赤いバラとかが普通連想されると思うけど、やっぱこうあえてファンのみんなをこの白いバラと例えて、こう自分たちのエンターテインメントで何色にでも染めていけるようなっていう、ファンのみんなを象徴するのにすごくぴったりな花なんじゃないかなと思って。ジャケットどうしたんですか？めちゃくちゃ嗅ぎましたね今。なんか赤のバラと違う香りする。これはまたこれでなんかすごいいい香りだね。どういう絵？自分今市隆二のアイテムはブレスレットです。みんなも持ってて、LDH の会長でもヒロさんが現役を勇退されるタイミングで、所属のアーティスト全員ですよね、全員に配ったアイテムで、自分としては勝負どころでつけるって感じですかね。ライブの時にここぞという時につけて、ヒロさんからパンをもらってるっていう、ちょっと願掛け的なこともあるので、ヒロさんの人間性というか、本当久しぶりにご飯を食べてお酒を飲ませてもらう中で、本当に嘘がない人だなと思いましたし、そういう方の思いがここにもこもっているので、これはもう欠かせないアイテムでございます。僕オミのアイテムはこちらです。ディフューザーです。自宅の各部屋に、全部置いてあるんですよ、ディフューザーが。寝室はちょっとこうリラックス効果のあるナチュラルな香りのものをチョイスしていて、廊下のところには少し甘めな香りにしてて、でリビングはもう少し爽やかな柑橘系の香りだったり、僕がいつも買うのってこれぐらいでかいやつって1個で2年間ぐらい持つって言われてて、好きが高じて作りました、自分で。すごいな。そうなの。マジオリジナル？そうなんですよ。本当だ。欠かせないアイテムなんですかって言われた時に、あまりにも日常だったからあんまり気づかなかったけど、よくよく考えたら全部の部屋に俺置いてあって、いつもこう買い物行く時に見かけると必ずこうやってチェックしてたなと思って。花バカにならない。花バカにはならないでしょ。そんなずっと連続で変えてるわけじゃないからね。僕山下のアイテムはこちら。スニーカーです。ホッカーのシリーズのスニーカーを特に愛してまして、このボンダイシリーズとか、あとこれとかもスリッポン型のやつで楽ですし、あとこういうのはもうゴアテックスで雨にも強いという、キャンプ行ったり、釣り行ったり、結構アクティブに外に歩きに行ったり遊びに行ったりするので、泥とかついてもこう水でさーっと洗い流せてよく履きますし、これのハイがあるんですけど、トレッキングシューズなんですけど、ダンスもできる、軽いしソールも分厚いし、なんか足元にこうボリュームを持ってきたい時とかは結構ホッカシリーズ履いたりとかしますね。でこれ1回履くと本当に楽で、これに関してはここを潰してサンダルっぽくも履けるし、移動の時はもうこうやってかかとを潰して履いて、現場入る時にこうちゃんと履いて、で僕はカラー合わせてゴム紐に変えてるんですよ、ここ。これは別に、これオリジナルなんですけど、パフォーマー結構早着替えがあるんですね。でその時に靴ひもをいちいちほどいて結ぶっていうのが結構大変なんですよ。これだともう一発ギャッギャッってもう終わりなんで。それでめっちゃ時間食ってたわ。早く教えてよ。ごめんなさい。岩田貴則のアイテムは革靴です。家業が、革靴の製造と販売をやってるメーカーで、結構直樹さんとかも履いてくださってて、愛用してます。自分のサイズがちょっと大きいんですけど、そいつに作って特注になる。特注で足大きいから、35センチだっけ、42センチ。自分がプロデュースさせてもらってるナードマインドという、ブランドの革靴たちなんですけども、ナードってシンプルにオタクって意味なんですけど、でマインドが精神の、工場で働いてる職人さんにフォーカスしたいって思いで職人気質みたいな意味で作らせてもらったんですけども、夏だったらこういうちょっとこうサボタイプのサンダルもあったりですね、楽ちんですね。これはベーシックなタイプで、ジップタイプもあったり、これはメゾンキツネさんとコラボレーションさせていただいたスリッポン、長時間履いてるとやっぱ疲れるじゃないですか。履き心地めちゃくちゃこだわりましたね。僕エリーのアイテムは香水です。最初香水使ったのが多分中学校ぐらいですかね。ブラックシルバーとかサムライとか、サムライやばいね。ああいうのやばい。ウルマリとか、ウルマリね。今ではもう単体で使わなくなりました。ディーゼルとこのルイ・ヴィトンのやつは好きなんですけど、この2つをミックスして使うようにする。自分でミックスしてる。こう家出るときによし行くかっていやそれはすごいわ。そしたらなんか外出たときも何この匂い聞かれるんですよ。たまに違うなんてベルサーチとルイ・ヴィトンとかそれミックスしたりしてその日の気分で作って使ってます。でもこれ単体の時とやっぱ違うね。違いますよ。全然違う。深みが出るんですよ。まあ確かに深みが出る。僕小林直樹のアイテムは紅茶です。コロナ禍の時に家にいる時間が多くて、こう時間を大切に過ごすなんか趣味が欲しいなと思って。なんか紅茶がいいっていう話を聞いて、試しに最初ティーバッグで飲み始めたらなんかハマっちゃって、それからいろんな茶葉を買って飲むようになったんですけど、これニューヨークのハーニー&サンズっていう紅茶とか、あとはマリアージュフレール、あとこれがフィレンツェのナビアデルテ。紅茶は大事なのはお湯沸騰する温度と、あと抽出する時間と正しい入れ方で、こう器とかをちゃんと温めて温度が下がらないようにする。入り口が広いグラスで香りを楽しむように今はこのグラスにおしゃれグラスがそれハマってますね。待つ時間も今こう浮かんでた茶葉がこう沈んでってるんですけど、お茶葉が動いてたりとか、茶葉によって動きが全然違くて、それがなんかすごい贅沢な時間だなと思って。あと最近なんかこの味もうちょっと甘いのがあると深みが出るんじゃないかなと思って、ちょっと茶葉混ぜてみたりとか。ミックスいいな。それ深いよ。浅いな。浅いな。私直人のアイテムはハンドソープです。手真っ白なんですけど。僕が、やらせていただいているスタジオセブンっていうブランドで、去年実はスタジオセブンが7周年だったんですよ。でいろんなコラボレーションがある中の一つでこのコスメキッチンさんとコラボレーションさせてもらって、僕が本当毎日使っているのがこのハンドソープで、香りはジャスミンベルガモットというちょっと甘くて、帰ってきて手洗って甘さとなんかこうナチュラルななんかこう自然の香りが少しだけこう混じってるみたいな感じでリラックス効果があるなっていう思いで。綺麗好き集団かもしれないね。確かにね。家とかみんなちゃんとしますよ。綺麗だよね。たまにガンちゃんのテーブルにめっちゃコーヒーこぼしたシミがあるんだよ。飛行機流星の PV 飛行機飛び立ってすぐ10分ぐらいコーヒー俺の膝上にぶちまけてそんなタイミングでこぼしたにもかかわらず謝りが少ないああすいませんみたいな、ロスまで行かないといけないのにゲンさんすいません軽いな。まだ軽い、まだ軽いんだ。次のアイテムはキャンドルです。俺の役割じゃない。ああ、みんなで言うんじゃないの。ああ、ごめん。みんなそれぞれのお気に入りのキャンドルがありますが、これと出会った時はもうすごくないですか。この存在感ね。インテリアとしても使えるし、インパクトもすごいし、で匂いもめちゃくちゃいいんですよ。ミュージカル誕生日プレゼントでもらいました。これ使ってますか。使ってる。めっちゃいい匂いです。ステイホームの時に家の中でも楽しんでもらえるもの何かなって思って出させてもらった時のキャンドルだから、なんか時のことを思い出しますね。キャンドルはいろんな種類家にあるんですけど、長細い食材をつけてるやつで、いい日のディナーみたいなイメージに使いたい時はそういう時使ったりとか。キャンドル、僕なんか香水と同じ役割もちょっとあるなと思ってて、キャンドルの中で一番いい匂いはこれかなと思って、映画見る時とかにこう部屋暗くするじゃないですか、そういう時とかにこうつけて、いい匂いの中見てるって感じですかね。僕はこれいただき物なんですけど、トム・フォードのキャンドルで、見た目も渋いし匂いもすごくやっぱ良くて、トム・フォード香水もいい匂いですし、いろんなところで活用させてもらってます。パッケージ買いみたいな感じだったんですけど、ポルナセッティっていうブランドで、これはニューヨークで買ったんですけど、5番街で7年ぐらい前に多分買ったものなんですけど、なんかすごく飾ってても可愛いので、なかなか逆にこう使えずにいるっていう感じですね。俺たまにお風呂とかでもおしゃれだね。あの湯船毎日浸かるんで。ちょっとそろそろ紹介しないと。次のアイテムはイヤホンです。もういろんなイヤホンをもう聞きまくってここにたどり着いたんですけど、アーカーゲイさんというメーカーさんのイヤホンで、もうこれね、かなり前に買ったんですよ。9年前ぐらい。ボーカリストですし、ここは妥協しちゃいけないと思って、これ結構高価なんですよ。こんなにいろんな楽器をちゃんとクリアに聞き分けられるイヤホンってあんまりなくて、ずっと長く愛用してますね。もう古すぎてジャック入んないですもんね。そうだね。これあんまり見たことない。だから連結してスマホとかにつなげなきゃいけないんですけども、俺ヘッドホンなんだよな、結構。やっぱマックスか。マックスのダンサーパフォーマーとかって結構振り作ったりとか、多分振り練習したりとかっていう時に、まあこのワイヤレスはめちゃくちゃ必須じゃないですか。めちゃめちゃいる。俺とガンちゃんとエリーは一緒か。プロ2、僕もよくなくすんで、もう本当にこれ何代目、3代目ぐらいですね、本当に。おい、やったな。今のはやったな。僕らの10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。個性的でしたね。あとこだわりすぎて自分でもう作っちゃってる人たちが多い。確かに確かになんか突き詰めるとそういうとこまで行くんだなっていうのを改めてご紹介できたんじゃないかなというふうに思っております。10エッセンシャルズ3代目 JSOULBROTHERS でした。 See you!